韓国屋台で見逃せない甘いおやつ、韓国風おやき、ホットクスタート。ぬるあったかい牛乳にドライイーストを溶かす。小麦粉、塩を混ぜて、小麦粉がなくなるまで。蓋をして発酵。30分ごとに空気を抜く。4時間繰り返し。タピオカ入れるレシピもあったような。ガキはタピオカ直接買って、ナッツは粗めにこする。黒糖、シナモンパウダーと混ぜて用意。手に油を塗って、拳半分サイズでちぎり、中の材料は入れれる限り、できる限り多めに入れる。油はたっぷり、ゆっくり焼くように揚げるように焼く。ガンジス川になってる。一回ひっくり返したら薄く伸ばす。これで終わり。寒い季節にこたつの中で食べるともっと美味しい。こたつはみかんじゃないの？ほっぺた落ちる熱々甘いおやつ、ほっとく完成。